の準備ができましたので、しっかり寝てね、明日はこれを朝食とお弁当と食べていきたいと思います。さあほらこれにしたやつね。ちょっと待って、チャンネル登録チャンネル登録高評価よろしくね。意外と可愛いね。今回はダイエット中に食べてる3食ご飯を作ってみました。作り置きもできますので、お時間がある人はぜひ作ってやってみてください。味付けなんかも醤油、焼肉のタレ、いろいろ工夫して味変すれば毎日でも楽しめると思います。手が込んでないダイエット食がいっぱいあった方がダイエットは長続きすると思いますので、今後も簡単に作れるダイエット食撮影してきますので、チャンネル登録、高評価、コメントなんかもいただけると嬉しいです。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。